はい、皆さんこんにちは。本日はですね、またちょっとレンズを購入しました。というのもですね、まあ訳ありなんですけど、そのレンズを購入した理由と、まあそれをどういうふうに使っていきたいかっていうのをですね、簡単にお話ししていきたいと思うんですね。はい、いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。ということでですね、今回はレンズを購入しましたというお話なんですけど、実はですね、このレンズをほぼ無料で購入しております。というのもなんですけど、まあ、ソニーさんのレンズなんですが、まあ、キャッシュバックキャンペーン等がですね、こういろいろ打たれてますね。そして私はですね、 α7CR ですね、というのを予約しております。で、到着した後にさらにこうキャッシュバックキャンペーン申し込めて、それ以外にもこのレンズ単品のキャッシュバックっていうのがですねありまして、というのを加味した上で溜まっていたポイントを使って購入してるんですよ。ということで、実質0円で入手しているレンズとなります。なので、あんまりこう出費がなく、こう私のですね、考えているところでこういう風に使いたいなというのを、かなりですね、Eライン攻めてきてくれるレンズなので、そちらを購入したという理由等をですね、お話ししていきたいんですね。で、購入したレンズをもう早速ご紹介させていただきたいと思うんですけど、はい、こちらになります。じゃーんと。はい、こちらですね。ソニーさんのですね、FE24mm の F2.8 の G レンズ。まあ、要はなんですけど、フルサイズに対応している超コンパクトなレンズとなります。もう手のひらと大きさを比べていただいてもですね、このコンパクトさわかるかと思います。はい、というところで、このコンパクトっていうのがですね、もう私が購入した理由になっております。まずなんですけど、私が今所有しております ZV-E1。こちらがこのようにコンパクトなボディですね。まあ、今ちょっと後ろ側にしてますが、ただ、フルサイズのレンズを装着すると、このように。あんまりコンパクトに見えないんですよ。こんな感じですね。これが FE の20から 70mm までの、まあ、ズームレンズですね。と、まあ、同じようなサイズで、ちょっと軽いんですけど、この FE の 20mm の F1.8 の G レンズ。このですね、こちら一番よく使っているんですけど、まあ、このですね、ND フィルターを外しまして、重量を後ほどですね、ちょっとこの2つ比べてみたいんですね。まあ私のですね、本音の理想で言うとなんですけど、もう少し広角のですね、これぐらいの大きさのレンズっていうのがソニーさんから出てくれたら購入したいなとは思っていたんです。ただですね、まあなぜこちら 24mm というところでも、まあ、購入したかというところなんですが、まず一つですね、その写真に動画に自撮りを除けばなんですけど、もうはっきり言って 24mm であれば十分広角なんですよ。というのがまず一つ。そして自撮りをする際もなんですけど、まあ自撮り棒等とかですね、こういうふうにさらにこう手を伸ばして撮る分にはなんですけど、まあそんなにこう顔とかも大きくならないかなというところが二つなんですね。そして最大のメリットはこのコンパクトかつ軽量というところでございまして、これが購入した一番大きな理由となっておりまして、まあそこのですね、サイズというのをですね、この後実際にですね、ちょっと測っていってみたいと思うんですね。サイズというか重量ですね。はい、まずなんですけど、こちら。FE の 24mm の 2.8 の G レンズですね。こちらの重量、今ここに測りがあるので、このままポンとですね、置いて、重さを読み上げてみたいと思います。ポンと。はい、こちらですね、デジタルスケールで、まあ、あの実測値というところなんですけど、約 172.6g ということになっております。200g 切っておりますね。で、こちらちょっとどけまして、続きましてこちらですね、20mm の F1.8 の G レンズ、こちらをポンと乗っけますと、409g 約ですね、ということになっております。まあ、実質ですね、倍以上重たいんですよ。そして大きさもですね、まあ実際倍ぐらいありますよね。このちょっとですね、まあちょっとでかだいぶなんですけど、明るくなって、広角になるっていうだけで、これだけレンズのサイズの差があって、まあ実際この ZV-E1 の画質等ですね、動画も含めて私とても気に入っているんですが、レンズが大きいよねというところで、持ち出せないほどではないんだけど、もっと小さくならないかなというところを考えていたわけです。で、最初の方の動画で、まあ、この ZV-E1 を購入した最初の方の動画という表現なのかな。そちらの方で APS-C レンズと、まあ、ダイナミックアクティブ手ブレ補正ですね、というのを併用して使えないかなというふうに使っていたんですが、まあ、やはりですね、その画素の面で見ても、あとはですね、そのフルサイズと APS-C のこの制御の違いなんでしょうね、というところで、その絞りの動きとによって大きく画質がですね落ちてしまうという現象があったので、あんまり使っていなかったんですけど、このレンズであれば APS-C レンズとほぼ同等ぐらいのサイズ感なんですよね。で、F2.8、まあ、暗いじゃないかと思われるかもしれないんですけど、これってその大三元の、まあ、標準ズームの F 値と一緒なんですね。そして、その F 値では 2.8 なんですけど、T 値、要はなんですけど、ちゃんと光を取り込めますよって量で言うと、やはり単焦点なので、おそらく明るいんじゃないのかなというふうに感じております。その辺っていうのもですね、この間ちょっとソニーストアさんに行った時に試しに、
もあの使ってみたというかですね、試させていただいたんですね。まあ、α7CR と C2 を見に行くのがメインだったんですけど、このレンズをですね、一番ちょっとですね、お話聞いて試してみたかったんですよ。で、やっぱりですね、かなりいいなと思って購入したっていうのが経緯でございます。で、ちなみに重量なんですけど、私この装備を外さないで測ります。あえてなんですが、このいつも持ち歩いてますよっていう重量感ですね、見ていただきたいと思いまして、こちら ZV-E1 にFE20 から 70mm までのズームレンズを装着した時の重量、ポンとスケールに置きますと、はい、こちらで 993g、 約 993g ですね。3と4をさまよってる感じという感じなんですが、まあこれで 1kg ぐらいあるわけなんですよ。じゃあこれをちょっとガチャンと交換をしまして、おいしょ、はい、こちらがですね、 20mmFE20 の F1.8 のレンズですね、装着した時の重量を測ってみますね。はい、ポンと置いて、こちらで約 888g、 ここもちょっとですね、針が揺れてる、針というか数値が揺れてる感じですが、このような数値になっております。ではですね、こちらを外しまして、早速ですね、入手したばかりのこの FE の 24mm ですねっていうのを装着して重量を測ってみたいと思います。ではですね、この後スケールに置いてみますが、はい、ポンと、はい、こちら約639と40の間、まあ640g、約 640g ということでございますね。こんなに軽くなるんですよ。 300g 軽くなる、まあ、大体ですね、あのペットボトル 500cc のペットボトルに近いぐらいの重さなわけなんですね。で、こう持ってみてもですね、明らかに軽いし小さくなりました。こんな感じですね、わかりますかね。はい、このような構成でですね、今後こちら楽しんでみたいなと思っております。そしてその楽しみ方というところでもなんですけど、 α7CR が届いたらなんですけど、このレンズ面白そうだと思うし、あとはそちらとですね、比較してみたいなと思うのがありまして、 E マウントですね、まあ、あの APS-C のレンズ E の 15mmF1.4 の G レンズっていうのがあるんです。こちらをですね、 APS-C モードで使うと、このレンズもですね、フルサイズで使っている時とほぼほぼですね、画角一緒ぐらいになると思うんですね。で、使い心地と APS-C とフルサイズとですね、ちょっと比べてみたいなっていうのをしてみたいなと思ったのが購入の動機でございまして、そういったことも今後ちょっと試していければなと思っているわけです。やはりですね、こうパッと見てというか持ってですね、この大きさってかなり強いですよね。わかります？こんなに小さくなってるんですよ。底面じゃなくて上面の方がいいか、こういう感じですね。はい、で、握ってみても、手で握った感じとこう見ていただくと、もうまさにですね、 APS-C サイズになってると思いませんか。このですね、 ZV-E1 ってやっぱりコンパクト軽量というのが最大の武器、そして高画質な動画が撮れます。で、写真等もですね、このセンサーを生かして私かなり暗いところで楽しんで撮影しているんですけど、本当ですね、いいところを強調してくれるレンズになってると思います。とってもですね、おすすめだと思いますね。ではですね、この後ちょっとこのセットでですね、お散歩に行ってみて簡単に動画を撮影してみようと思います。はい、ではですね、こちらがレンズですね、 FE の 24mm の 2.8 の単焦点レンズをつけて、今適当にオート撮影で歩いて収録をしてみてますが、写りの方いかがでしょうか。で、あんまりブリージングがないんで、あのブリージング補正をですね、オフにして、さらにですね、この広角になっております。写りの方いかがですかね。はい、で、これが試しに撮影している自撮りになります。手をですね、結構こうぐっと伸ばした感じがこんな感じなので、まあ、あの自撮り棒等を装着すればもう少しですね、広角になるかなと思います。まあ、使ってみてですね、悪くないなっていうのが本音でございますね。この後ですね、またちょっと細かくこちらのレンズですね、レビューできればと思います。はい、ではですね、こちらテストです。ダイナミックアクティブ手ブレ補正で収録をしてみております。 APS-C レンズとかではなくですね、使うのはですね、まあ、あの私あんまり使ってこなかった機能なんですが、写りの方はいかがでしょうか。かなりやっぱりですね、手ブレを抑えられてんじゃないかなと思いますね。結構これも使っていきたい機能になってきますね、これで。
はい、というところで動画の方、写真の方、いかがでしたでしょうか。もうやっぱりですね、使っていて疲れというかですね、重くないので疲れないっていうのがですね、本音ですね。かなり使いやすかったです。そして画角もですね、実は 24mm ってことはなんですけど、ほぼほぼスマートフォンの標準広角レンズと一緒ぐらいの画角なんですね。ということで、そのスマートフォン等でこう動画や写真を楽しんでいた方たちにとっては、さらにこう画質をですね、上げた形で楽しみやすい、もうとっつきやすいレンズっていう表現になるのかな、フルサイズを購入して、もっと軽く遊びたいなって方いらっしゃると思うんですけど、そういった方たちにとてもいいレンズなんじゃないのかなっていうのをですね、使っていて感じました。写真も動画もですね、十分な性能がある。まあ、当然なんですね、その G レンズってことで高品位なレンズになっているわけなんで、さらにこのコンパクトさっていうのがですね、際立つレンズとなっております。で、望むべくはですね、やっぱりこの 20mm ぐらいの画角で、まあ、もっと広くてもいいですね、 18mm ぐらいとかでこの G レンズでこのサイズ感で安価なレンズっていうのを出していただけるととっても嬉しいなっていうのはちょっと本音で感じました。というところで本日はこのレンズを紹介させていただきまして、お話の方は終了していきたいと思います。もう ZV-E1 にこのレンズってもうめちゃくちゃデザインもいいですよね。これ以外にも 40mm と 50mm ってあるんですけど、なんかそれぞれ揃えたくなってしまいますが、あまり使わないかなと思うもので、この広角に絞って購入してみたという感じでございました。それでは最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。失礼いたします。バイバーイ。